付けてない席に来ました。あ、今日はね、バストンに朝ごはん食べに来てます。じゃあ今日はしようかな。少なめ、もう1個薄いパンのオプションがあったらそれを切っちゃうわ。いつものやつかしらね。マックにすればよかったかな。リセットされてなかったんだ。そう、え、ない、飲もうと思ったのになかった。なんか今日はあんまりお店の状況がうまく回ってないみたい。でももう注文はしてますので、あと届くのを待ちたいと思います。店員さんは優しく手伝ってくれたので、そこは別に接客は全然問題ないけど、ちょっとただ追いついてないみたいね。今日は和食にしてみました。ご飯は少なめにしてます。アンティはスクランブルエッグです。ケーキ、これさ、もしかして転職これ逆かも。はい、ということで今日はガストの朝ごはんに行ってきました。行ってきました。ガストの朝食に行く回数は多いと思うんですけど、今回は久しぶりに和食を選んでみました。あ、ガストの朝ごはんといえば結構コスパがいいよね。まあ、500、600円で結構、もう本当に昼過ぎまでお腹はいっぱいの感じになるから、もう週末特に朝ごはん食べて、その後まあコーヒーに行くぐらいではもう次の午後には十分なんで、昼をスキップしてもいいかなぐらいの感じだね。はい、ということでこの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。